根性だけは認めよう。お前のような女は初めてだ。頼れる大人って意外と少ない気がすると大人になってから気づくのは結構あるあるなのかな。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メン、マトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは檜山貴臣本編ストーリーです。情報屋レベルのリーダーで檜山不動産の社長でもある彼は、薬物事件の重要参考人でもあり、捜査の一環として彼の豪邸で同居することになりました。場面はバーで謎のロシア系の男との交流を檜山さんに引き剥がされたところからですが、そこには大人の駆け引きがあったような気がします。真相はどうなのでしょうか。ご覧いただきましょう。どうぞ。テーブル席にいたレベルメンバーがお待ちかねです。わっ、奥の個室に入った途端、檜山さんはあっさり私を離した。あ、檜山がゆいちゃん連れてきた。そのカモがネギを背負ってきたみたいな言い方やめてくれる。じゃあ飛んで火にいる夏の虫かな。つまり虫ポジション。どっちにしてもディスられてるね。あたり技に飛び込ませる気はないだろう。ああ現時点ではの話だが。現時点って引っかかる言い方だね。皆さんすでにお揃いだったんですね。ちょっと前に LINE 送ったんだけど。え？慌ててスマホを取り出すと、個室にいるという連絡が来ていた。いつもの場所にはいなかったから気づけなかったんだよね。ちょうどバーに着いた頃だ。すいません、すぐにスマホを確認すればよかったです。俺じゃなくて他の男にうつつを抜かしていたの？焼けるな。当たらずとも遠からずだ。最初にクソガキに絡んだ男2人と、その後に声をかけた国籍不明の男、それぞれオーナー経由で素性を探った方がいい。会員制のバーですからね、探れそうです。な、了解。そうだな、全部単なる偶然に思えるけど、今はそこまでやるべき事態ってこと。まあ、事件の重要参考人になってますからね、狙われているっていう立場なんでしょう。私の感情を読んだような言葉に目を見開く。マトリからの報告はまだ入っていないのか。先ほど檜山グループの出資するクラブの一つでマトリのガサ入れがあった。それはきっと。現行犯逮捕されたのは末端の売人と怪しげな薬、十中八九ルシファーだろう。口を挟むわけにもいかず話をじっと聞く。マトリが俺たちの情報を使って俺たちの知らない間に場を荒らすのは仕方ない。まあ不愉快だけど、それがそっちの仕事だし。それは、いや、聞いていられなかった。はあ、一丁前に反論するつもり。薬物の蔓延を防ぐのはマトリの使命です。目の前で薬物の取引が行われるのに指を加えて見ているわけにはいきません。まあ見過ごせないよね。ふーん、なるほどね。ゆいちゃん、檜山との同棲どう？はい？誤解を生むような言い方。ただの同居だ。ただの人質です。まあこの辺の解釈がね、二人の溝を深めてるよね。檜山、王様の顔崩れてるよ。お世話にはなってますが、なぜ今その話を。ああ、ゆいちゃんは潔癖症だなって。せいらく合わせて全部飲むのが檜山の流儀だからさ。二人はきっと合わないね。そう言った方が盛り上がると思って楽しんで言ってますね、きっと。いや、その現状一致点は少ないと言わざるを得ない。檜山さんと共通点があったら驚きですよ。うまくいってないんだな。今更でしょ、世界が違うのは最初から分かっていたし。偶の根も出ない。まあ向こうは超セレブですからね。私の肩を抱く力の強さも距離感も、私に何の感情も抱いてないからこそ
できるんだろうな。うん、まあ本気で守ってくれようとしたがゆえだっていうところもあると思うけどね。まあ男心理としては合理性を優先したってところかなと思うんですが、うん、今議論すべきはクソガキと俺の中じゃない。そうだね。檜山さんの鶴の一声に空気が変わる。グラブの摘発自体はマトリの領分としと認める。だが問題はその場所だ。外国人限定の会員制クラブで取引か。あざ笑うみたいに比較的ガードの固い場所が狙われたね。マトリが内偵捜査に入ったきっかけは関さんに聞いておく。檜山さんがですか？当然だ。まあ定員の前科とか今回の件とは大方関係ない話だろうけど、マトリから理由が聞けたら俺が裏を取るよ。ああ頼んだ。私にマトリとの橋渡し役をやらせるつもりはないってことか。捜査官としての役目がなくなっていくようで正直悔しい。そもそも檜山さんが求めているのは人質だもんね。まあね、自分の濡れ衣を晴らすために必要な措置としてね、使われた立場ですよね。少なくともクソガキは檜山さんの本音を引き出した。それは大きな収穫じゃないか。うん、そうやって温かい言葉をかけてくれたけどね、上司は。思い浮かんだのは今朝見たばかりの上司の姿。まあそれぞれ励ましてくれましたよね。俺個人としても結果的にクソガキにだけ負担をかけているのは気になっていました。最初から言ったはずだ。クソガキをレベルに差し出すなんて絶対反対だとな。みんな温かい上司だよね。関さんだけじゃない。先輩方は皆自分の意思を持って戦っている。きっと今深夜の家内は熱気に満ちている。留置所への移送、取り調べの手続き、ゆいさんはすぐに薬物の分析を始める。私はマトリとしての彼らの誇りを、仕事ぶりを知っている。それなのに。クソガキ？私なら今すぐに連絡を取れます。情報入手の精度だけじゃない、速度だって情報屋には大切なはずです。だから情報共有役は私にやらせてください。ここで勝手に打ちのめされてどうする。私プライドがあるからね。へえ、任せてみようよ檜山。しかし、物は試しって言うでしょ。囚われのお姫様が本当にただのお姫様なのか見てあげてもいいんじゃない。これはマトリの内部で他の課の人たちからヒロインがお姫様だとからかわれているところを知っていて、で見返してやろうと奮起しているヒロインの性格に対してさらにやる気を与える意味でも言ってるんでしょうね。檜山さんに対する説得だけじゃなくて。いやー、こういうところ上手だよね。課に戻ったばかりだという関さんはすぐ事件の質問に答えてくれて、共有されたばかりの情報を緊張しつつも口にする。逮捕した売人は全て末端の売り子でした。今のところいただいたリストの会社との関係性もないそうです。リスト自体も税や労基のアウト案件はいくつかありましたが、密輸に関わっていそうな会社は今のところだろうね。売り子に薬を下ろした相手はおえそうか。売人への本格的な聴取は明日以降になりますが、薬の取引方法が特殊らしくって足を追うのは難航しそうです。ジャンク品を改造した携帯のメッセアプリで連絡だろ。知って？君、情報屋を何だと思ってんの？檜山くんが濡れ衣をかけられた以上、ルシファーの件は徹底的に調べて当然でしょ。その通りです。売人の端末ごとにルールが違って、一定期間やり取りが途絶えると相手の端末も破棄される仕組みらしいが、マトリの認識は？同じです。解析も進めるそうですが、全部想定内ってことか。現行犯逮捕に踏み切ったものの芳しくないな。その言い方は努力が無駄みたいな言い方ですよね。
もちろん売人を逮捕して薬を押収した意義は俺たちも分かってるよ。だらこっちの目的、檜山君を貶める黒幕を突き止めるって観点から考えるぞ。結局また今回の件で檜山グループの信用が落ちて終わりかなって。フォローを入れた上で向こうの意図も教えてくれるね。マトリとレベルの立場は違う。そして檜山さんが背負うのは檜山グループの職員、その家族、人生を背負ってますよね。もどかしいな。ねえ檜山、やっぱりさ、今の取引先も改めて調べるべきじゃない？そういえばリストには檜山グループの現在の取引先は入っていなかった。過去檜山グループから縁を切られた会社はあったけれど、今の取引先に檜山グループに恨みを持つ会社はないという判断だろう。俺も羽鳥に賛成かな。取引前に檜山くん自身でやましいところがない相手か調査済みなのは知ってる。でも羽鳥が言い出したってところが気に食わないけど、タイミング的に気になるし。タイミング？檜山くんに嫌疑がかかったタイミング、つまりマトリが六本木のクラブでルシファーを押収した時のこと。新たなホテルの建設着工と重なっていた。え？何？まだ知らなかったの？ことの発端が垂れ込みなのは関さんから聞きましたが、檜山グループの動きと関連があったとは。思うところあって、この1週間はマトリの情報をかなり制限していた。え？ああ、それで？また見えない壁を眼前に突きつけられた気がする。話を戻すが、ホテルの計画が止まれば取引先も相当な煽りよく、建設に着工した以上計画を止めるには莫大なコストがかかるんだ。下手をすれば潰れる会社も少なくない。ゆえの除外でもあったんだが、つまり檜山グループの損害が一番大きいタイミングを狙われた。でも過去に切った会社はほぼシロって言われちゃったし。はい、マトリ全員で調査しましたし、確実性は高いです。まだタイミング的に内部事情を知ってる人物、会社って可能性が高いってことね。ね、リスクも高いだろうけど、東大元暮らしもあるかもよ。わかった。これに関しては俺の方で進める。お前たちには引き続き売人へつながる話を探ってもらいたい。オッケー。ああ、了解。無茶はしないでよ。もちろんだ。言うに及ばないだろうが、優先順位は違えないでくれ。自分たちのことを第一に。目に見えずとも確かに存在するレベルの絆を感じながら、はっきりと示された立場の差に私は唇を噛むことしかできなかった。二人きりの車内、外国製の高級車は音もなく東京の夜を駆けていく。ハンドルを握るのは檜山さん、そして隣の助手席に私。気まずい。けれど今、たわいもない話をするような気力は。何も聞かないのか？え？今なら俺以外誰にも聞かれない。邪魔が入ることもない。と急に言われましても、まあ逆に他のみんながフォローを入れていろいろ教えてくれるっていうケースはあったけどね、この逆パターンってあんまなかったかもね。高速道路への入り口を避け、ネオンと車に囲まれた景色が続く。高速乗らないんですね。高速？お屋敷に戻るなら高速に乗るのかなと思ったんですが。高速というよりトンネルだろう。え？ああ、そうか、このまま高速に乗ると地下のトンネルに入るんだっけ。トンネル嫌いなのかな。なんか訳ありな感じするね。他には？え？クソガキは俺に対して何らかの感情を抱えているはずだ。それくらいは理解できる。感情？檜山さん？ああ。
正直、檜山さんに拒絶されるのは怖い。また、壁を感じるのも、無力感を抱くのも。でも、声を上げないと何も変わらない。それは確かだ。マトリのことも最低限信用していただけませんか？都合のいい話以外、情報を共有してもらえないのは、協定関係とは言えないと思います。何をもって信じろと？それは、捜査却下の実績は知っている。だが、それ以上に過去、マトリという組織がどんな失態を重ねてきたのかも。俺たちは嫌というほど知っている。落ち着いて。ここで感情的になったら思うツボだ。だから現時点で情報には制限をかけている。協力しないとは言っていない。全ての情報は渡さない。それだけだ。緊張で、不安で、鼓動が跳ねる。当然ながら檜山さんは前を向いてハンドルに手をかけたまま、私に一切視線は向けない。まあ、安全運転でね。確かに過去の否定はできないかもしれません。でも私たちも今回の事件は迅速に解決したいんです。檜山さんが無実ならグループに関わる人たちへの影響も最小限に収めたい。それは俺も同じだ。まあ目標は一緒のはずだよね。それなら檜山さんを信じたいんです。だからきちんと全て調べさせていただけませんか？時間の無駄だと言ってるんだ。突き放すよね。昨夜も言ったが、好きなだけ疑っていて構わない。とにかく今は疑う相手の情報をもとに捜査しろってことですか？目の前の信号が赤になり、車がゆっくり停止する。まあ、ここは落ち着いているっていう心情も現れてるんでしょうね、檜山さんがね。こちらを見た檜山さんの瞳はあまりにもまっすぐで。そうか。え？お嬢さんは傷ついているのか？その言葉とは不釣り合いなくらい穏やかだった。檜山さんの言葉がすぐに理解できない。傷ついてって、もちろんショックは受けたけれど、人質という言葉にやけにこだわっていたからな。え？檜山さんの優しい側面が見えてくるかもしんないね。人質なんて言っていいんですか？花をめでるような男ですからね。ただの同居だ。ただの人質です。うん、このシーンを思い返していたのかな。俺にとっては単語以上の意味は何もないが。な、人質って言葉自体に大した意味はなかったってこと？ちょっと待ってください。ならどうしてあんな風にしたんですか？何の話だ？今日私をバーで見つけた時、かなり強く腕を引かれたので驚いたんです。穏便に男性と別れる方法なんていくらでも思いついたはずだ。例えばその後に会った知人に聞かれた時のようにごまかすことだって。それをなんでわざわざあんな風に。ああ、あれか。まあ、あれは知り合いじゃなかったからっていうところもあると思うけどね。単に気に入らなかった。それだけだ。え？この状況だ。クソガキに近づく不穏分子は威嚇しておいて損はないだろう。まあ、そうかもしれませんが。気に入らなかった？まあ、感情的なのは珍しいよね。何がそんなに？胸の内が得体の知れないものでざらつく。いつの間にか信号が変わり、檜山さんは視線を戻してアクセルを踏み込む。お嬢さんは優しい方が好みなのか？覚えておこう。あの、どちらでもいいです。そうか。何が金銭に触れたのか、檜山さんは笑みを漏らす。この感情は多分深入りしても仕事の得にはならないな。何かが詰まったような心を無視して車窓に目を向ける。
バーでは何も食べていないだろう。藤林に軽食を用意させた。荷物を置いたら食事に来い。ありがとうございます。まあなんだかんだいろんな面で至れり尽くせりですけどね。結局話の核心は平行線のままだった。マトリへの信頼の話がいつの間にか私個人の扱いにすり替えられていて、延々と続く気がするネオンの街並みに私はふっと息を吐いた。もやもやしてるね。部屋に荷物を置いた私は重い足を引きずるようにダイニングルームへ向かった。歩み寄りたいだけなのに、近づけば近づくほど立場の違いを感じる。まあ溝は逆に深まるばかりかもね。せめてもう少し情報を提供してもらえればいいんだけど。悶々としつつ重厚な作りの扉を押し開くと、こんな時間までご苦労だね。のここで登場か。は、服部さん？と、まあ間違いなくここから話は長くなるだろうと思うので、今回はここまでにしておきましょう。やっぱり服部さんはキーパーソンになっていきそうだね。時系列的にはスタンドの役職的にも服部さんが暫定的に監督する立場の状況なんだよね。だから檜山さんやヒロインを管理する立場でもある。で、警察として重要参考人として檜山さんをマークする立場でもある。でも親戚筋で幼馴染でもある。立場は敵、気持ちは味方。そんな服部さんがどうこの場をいい意味で荒らしてくれるのか期待しつつ、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。